ぼちぼち時間だ。 あっちは悪魔の実を食べたのよ。そうね、余興代わりに見せてあげるわ。冗談じゃないわよ。左手で触れればほら元通り。これがあっちの食べたマネマネの実の能力よ。いかす。 ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係なし。 行くのよ、お前たちに。ミスター2ボンクレー様。ミスター2、あいつがミスター2ボンクレー。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら私たち仲間を信用できなくなる。いや、 今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でもあれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。ナビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。 これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたら、この包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。 ビビと共にアラバスタに上陸した一味は、世界政府公認の海賊オーカ七部会の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、 首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止め、クロコダイルの野望をくじくため、リビとムギワラの一味はアルバーナへと急ぐ。
始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。始まっちゃった。まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒してアルバーナに乗り込むのよ。海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。弟がスティーエース。弟をね、探してんだよ。このくらいで値を上げたりはしませんから。三刀流王子三千世三刀流王子三千世界。ここを通ることは諦めたまえ。この縄張りは誰にも渡さんがね。
からの入電か。接収だ。体勢を立て直すぞ。麦わらの一味を消しておけ。お話にしておきゃ作戦の邪魔になる。オフィサーエージェント、エージカル三刀流奥義。クロコダイル、ミスオールサンデー、応急に急がないと。私たちもリルと一緒に行くわ。プロの仕事を見せてやる。三刀流奥義。あいつは俺が引き受けた。俺の相手はあいつだな。アルバーナで怒っていくと、賞金7900万。わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。諦めろ。俺は今まで剣士と名乗る者に負けたことはない。俺はスパスパの身を食った全身刃物人間。体の全てを自由に刃物に変えられる。体も刀のコード、打撃斬撃は俺には効かん。なるほど。鉄を切れねえ今の俺じゃお前には勝てねえ。だがこういう窮地を俺は待ってた。俺がお前に勝った時、俺は鉄でも切れる男になってるってわけだ。三刀流奥義。あの女もクロコダイルの仲間なの。何言う、アシストやろうっての。この感覚を待つ。海賊王に俺はなる。取れたけ。言っておくが、俺を剣士だと思う。俺は殺し屋だ。
一体刀に意志が伝わる。あとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本で俺の技を受け切れるとは思えねえが。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか、上等。一刀流、居合い、シシソンソン、アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。邪魔よ。私は政府の人間が大嫌いだ。三刀流奥義、三千世界。Thank you.
あなた許せそうにない。やりすぎてごめんなさい。そろそろ時間だな。この通り王子参戦世界女大変さ、一つ忠告しておくわ。戦場で迷ってすぐに命を落とすわ。スモーカーさん、これから私はどうすれば。任せる。何をするかはお前が決めろ。そんな、一体どういうことですか。お前の正義に従えばそれでいい。どうなろうと責任は俺が取ってやる。たし、この国のたどる結末をしっかり見とけ。滅ぶにせよ、生き残るにせよ、時代の節目にはこういう事態が必ず起こる。ガチャ。スモーカーさん、総長、ご命令を。海賊、麦わらのルフィ以下その一味を援護します。全隊出発の準備を。フルトンはどこにある。神の名を持つ世界最悪の古代兵器、この国のどこかに眠っているはずだ。
教えろ。兵器？知らないわ。そんなものこの国には。確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。ところで今この国の連中が戦っている広場だが、帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。景色が一変するだろうな。そんな。さて、さっきとは質問を変えよう。オーネグリフはどこにある？オーネグリフ、それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから、早く広場の砲撃を止めて。そんな約束を誰がした？お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか？いやよ、私はこの国の王女に。まだ間に合う。砲撃は必ず止めてみせる。さて、総裁殿と言ったな。ルイさん、広場の爆破まで時間がないの？このままじゃこの国は。オーナーマン！ルイさん！ビビ、諦めるのはまだ早いわよ。どこかに砲撃手がいるはず。探すのよ。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力ずくでな。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな。チョッパー、あんたの鼻で見つかんないの？火薬の匂いは町中からするんだ。三刀流奥義三千世界。直径5キロを吹き飛ばす砲弾か。それだけでかければ飛距離も落ちる。となるとやっぱ広場の近くか。外には見当たらない。だったらどこか建物の中から。すがやっぱり早くやれ。おい、そんな大変何しきり。やりましょうか。大きな大砲が置けて広場に近い場所。分かった、みんな攻撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。時間は残りわずか。急いで砲撃手を探すのよ。三刀流奥義三千世界。
世界最悪の軍事力プルトンの在りかをさっさと教えろ。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし、最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さぬ。そういう行動に出る。私に考えが。全てを許そう、ニコロビ。なぜなら俺はあなたから誰一人信用しちゃいねえからさ。せーのか。三刀流奥義三千世界。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。生まれなくて。日々は人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てちまえば。死なせたくねえから。仲間だろうが。俺を誰だと思ってる。力見る三刀流奥義三千世界。この馬の骨とも知れねえ小僧が。お前なんかじゃ俺には勝てねえ。俺は海賊王になる男だ。この感覚を待って。敵を見つけ。何でも。よっ、無限。
三刀流。雷警報発令よ。この後もの。ここまでです。霧しぐれ。ボンドフォー。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を超えてか。ゴムゴムのデザート、ストーム、ラスパーダ。なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。アチシが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前、海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるはボンクレーにあらず。ムキちゃんチーム、あっちがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも、まことの空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たち、おめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そして、問題はそこじゃねえんだ。
私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲間。バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。やるな。